皆ささんんんこんにちは、池さんです今回の動画は新潟県湯沢町に暮らす人それから僕みたいに2拠点生活をしてる人そして移住を検討してる人たち向けにすっごい役に立つ情報をご紹介するので是非最後まで動画をご覧になってください。今回紹介する情報は湯沢暮らしの中で何も用事がない暇な日とかそれから急に明日の午後の予定がなくなっちゃったなーなんていう空き時間に 速攻でお小遣い稼ぎができちゃう。つまり、単発バイトができちゃうっていう嬉しい情報です。というわけで、僕が2拠点生活をしている新潟県のユーザワー町が作った単発バイトの求人サイトをご紹介していきたいと思います。それがこちらです。じゃんユーザーマッチボックスこのユーザーマッチボックスの一番の特徴は、 一日単位、それから時間単位で働ける単発のバイトに特化した求人サイトで空いてる日や隙間時間をね、有効活用してサクッとバイトできちゃうっていうサービスです。ここにはユーザー町にある宿泊業、飲食業、コンビニ、スキーリゾートなどなどね、たくさんのお仕事が登録されていてユーザーマッチボックスの公式サイトから登録して応募するだけでなんと履歴書の提出も 対面での面接もなしでお仕事がもらえちゃうんだってこれ画期的例えばね子育て中のママさんならパパに育児を代わってもらって気分転換に月に数回カフェでバイトとか昼下がりの奥様たちが空き時間を有効活用してホテルでバイトとか僕らのような二拠点生活をする人には単発バイトをきっかけに地元の方たちとの出会いを作ったりとかね ユーザーマッチボックスはさまざまなライフスタイルの人たちが活用できそうです何かと話題に上がる働き方の多様化ユーザーマッチはこのテーマにもいち早く注目しこのサイトを立ち上げたんだって早速このマッチボックスサイトの使い方を紹介していきます使い方は超簡単でユーザーマッチボックスの公式サイトを開くとまずは単発バイト数時間単位から1日単位で 募集しているバイトがたくさん掲載されていて、自分の都合良い日程から探すことができます。次に体験バイト。体験バイトはいずれレギュラーワークとして長期的に働いてもらうことを目的に、1日単位から気軽にお試しでバイトができるタイプ。新しい職場を探している方とかはこちらで探すといいかも。今現在はまだ掲載数が少なめですけどね。このように自分の都合に合ったバイト探しができて、その場でサクッと手軽に応募できちゃう。 これがこのユーザーマッチボックスの大きなメリット履歴書も面接もいらないなんて超画期的さらにさらにどうしてもお金が必要な時にこれは助かるよね例えばさ週末に急に飲み会が入ったんだけどもちょっとしたお小遣い足りないなんて時にちょっとお小遣い稼ぐそんなことができて最短で翌日に全額支払ってもらえる最高に便利というわけでユーザー町民 それから僕らのようなね、タンキー者、それからスキー、スノボーでこもっている若い世代の人たちにも活用してもらえるユーザーワマッチボックスですが、ここからはサイトの操作方法をご紹介していきます。おっと、その前に大事なお知らせがあります。このサイトは必ずユーザーワマッチボックスの公式ウェブサイトで新規登録をしてください。そうすることでユーザーワーマッチのお仕事情報だけに特化した専用のウェブサイトが表示されます。 ここ間違えないでくださいね。スマホアプリも一緒です。この公式サイトにある QR コードから必ず App Store に行ってダウンロードするようにしてください。そうすることで同じくユーザーに特化した情報が掲載されているユーザーはマッチボックスが表示されるようになっています。それでは実際にスマホサイトを見ながらね、応募する一連のフローを皆さんに紹介していきたいと思います。まずは、 単発バイトを探すをポチリ。はい。するとね、いろんなお仕事が出てきますので、こちら、ホテルのお仕事を選んでみましょう。そうしましたら、このお仕事を選んでみます。で、お仕事の内容を一通り確認して、時間、お給料ね、面々を確認したら、応募に進むをポチリ。 で、応募内容をもう一度一通り確認したら、合否の回答期限、とりあえず設定しないにして応募を送信。はい、送信完了しました。するとですね、今回採用がね、あの、即確定しましたので、勤務了解というのを押すんですね。はい。このボタンを押して、初めてその日のお仕事が確定します。で、確定しましたら、現場に向かいまして、実際の 単発バイトを楽しんじゃってください。で、次にですね、仕事が完了しましたという報告をするんですね。それを、勤怠提出という項目から報告をします。はい。内容、それからお給料面確認できたら、勤怠入力をポチリ。ね、内容を確認して、勤怠を提出をポチリ。 はい。これで、勤怠を提出しました。つまり、えー、お仕事が終わりまして、完全に確定しましたよ、ということになります。そしたら、マイページの、即払い申請というページに行くんですね。その中から、えー、即払いをしたいお仕事をピックアップして、即払い申請をポチリり、申請するを押して、完了。 たたっっこれれれだけで、で最短当日お給料が口座にに支払われるる。といいう流れになっています。金欠の時は、マジで助かるさて、いかがだったでしょうか隙間時間にバイトができちゃうユーザーマッチボックス。それぞれのライフスタイルに合ったお仕事を見つけて、さらにユーザーは暮らしを充実させちゃいましょう。次の動画では実際にこのアプリを活用されている利用者の 方たちにねインタビューをして、実際に働いてみて、えどうだったかっていうリアルな感想をね掘りはほり聞き出していきたいと思います。ぜひそちらの動画もご覧ください。今日の動画はここまで。ではまた。バイ。